一郎、見回りご苦労様。 うん、もうこの辺りには誰もいないみたいだよ。 いつもだと賑やかなのに。 誰もいない市場ってなんだか寂しいね。 一郎、あそこ猫がいるよ。ははー、かわいい。どうしたの？飼い主とはぐれちゃったの？<笑>くすぐったいよ。そんなとこ舐めたらダメだってば。 一郎、この子、飼い主が見つかるまで僕が預かっててもいいかな？<音声> が見つかるまで、この子は僕が守ってあげるよ。
かな。本当の名前は飼い主がいないとわからないし。そうだな。だったら一番好きな人の名前をつけるよ。え、それは内緒だよ。もう一郎、逃げちゃダメじゃないか。なんでもないよ。一郎の意地悪、もう知らない。じゃあ一郎、僕はこの子と行くね。相変わらず、あんたは仕事熱心だね。こんなところ誰もいないよ。野良犬だって逃げ出しちまってるさ。町の中の金目のものは全部なくなってたからね。私には退屈なものさ。本当なら、私はまだ刑務所の中。千年の懲役だったはず。その私がこのパリのために戦っているかと思うと、自分の人生に驚かされるぜ。
軽い冗談だ。相変わらず自信過剰だね。バカだからか。降りるからどきな。やった。そういえば思い出したよ。牢獄にいた頃は暇だったんで、妙なことを考えていた。壁の向こうと壁のこっち、どっちが中でどっちが外なのかなってね。地球ってのは丸いだろ。なら囲いの中が狭いか広いかの差だけで、中と外の違いはない。でも今はもうダメだ。こっちの世界に大事なものができちまったからな。なんてな。さて、私はなんか金目のものを探してくるよ。じゃあな、隊長。しっかり働くんだぞ。誰かいるのですか？あ、大神君。ココリコがどこに行ったか知りませんか？近くの避難所の方にも来ていないみたいなのですよ。でしたか。マダムたちがココリコの面倒を見てくれているのですね。それを聞いて安心しました。オガミ君、ココリコのこと頼みます。よろしく頼みます。あの子の笑顔はかけがえのない宝石ですからね。ではそろそろ。いつまでも。
そこにいるのは隊長か。心配はない。もうこの周辺に民間人は残ってはいない。隊長、隊長はこのパリをどう思っているのだ。私にとってのこのパリはブルーメール家の名において守らねばならぬ土地。このパリは私たちが守る。そして私の子たちも守り続けていくだろう。だが、異邦人である貴公にとってのパリとは何だ？教えてくれ。初めて会った時のままか。変わらぬな、貴公。隊長、この戦い負けるわけにはいかないぞ。どんなことがあっても、誓ってもらえぬか。この斧にかけてパリの街を守り抜くと。グリシーヌ・ブルーメール、我が半身たるこの斧にかけてパリの街を守り抜くことを誓う。それと私のことも守る。貴公のことを守る。よいな。その言葉、百万の援軍に勝るな。
私はもうしばらくこの辺りを見回る。飛行は別の場所を頼む。ああ、シャノワールで会おう。始まりにして終わりなる方よ、万象を御身の知恵のうちに成したもう方よ。あらゆる地で祝福されるよう約束された方よ。我らの父よ。私たちはこの町を守るため大いなる戦いに挑みます。危険な戦いになると思います。もしかしたら負けるかもしれません。いえ、死ぬかもしれません。でもこれは私の使命。私はこの不思議な力を授かった時から覚悟しています。私、不安で。本当に勝てるんでしょうか。そうですよね。正義は必ず勝つと神様もおっしゃってますもの。神様と大神さんがいればもう大船に乗ったつもりでバッチグーですね。大神さん、私と一緒にお祈りをしていただけませんか。神様、どうか私の大切な人の命をお守りください。
ためでしたら、私はこの身を、この命を捧げても構いません。聞こえちゃいましたか？しょうがないですね。なら、ヒントだけですよ。真っ黒の髪で優しい人です。言っちゃいました。さてと、神様へのお祈りも終わりましたし、私は見回りに行きますね。大神さん、ご苦労様です。すみません、見回りの最中なのに。このお別れを言っておこうと思いまして。そうですね。来るんでしたね。お願いします。あの人も喜んでくれると思いますわ。それでは、行ってきます。また来ますからね。大神さん。
の。お先に失礼します。君か、大声を出さないでくれよ。驚くじゃないか。いや、僕はまだ書類の整理があってね。残業だよ。こんなことを言うと大神君は笑うかもしれんが、僕は怖いんだ。もしパリを守りきれなかったらと思うと。そうか、よろしく頼む。大神君の言葉に嘘はないからね。僕はもうしばらくここに残るよ。大神君は任務に戻りなさい。ああ、了解している。無駄に捨てる命は持っていないさ。さあ、行きたまえ。チャンス。よし、ここならノートルダム寺院が見えるぞ。
敵があれほどの兵器を持っていたとは。都市に満ちる揚力を利用した空中砲台オプスキュン。いやお、これほどの威力とは。今のは単なる余興に過ぎぬわ。ではまだまだオプスキュールの攻撃力は上がるというのですか。いかにも。次の攻撃をもってすればパリの町など蒸発してしまうわ。しかしてカルマール公、次の攻撃はいつ行う予定なのですか。次の攻撃に必要な揚力を吸収するまでには時間がかかる。明日の日の出だな。レオンよ、明日の日の出まで時間を稼ぐのだ。小僧どもが邪魔せぬようにな。パリ歌劇団ですな。お任せください。やつらの首公爵様に捧げましょうぞ。楽しみにしているぞ。会話の内容は全て記憶した。思い上がるのも今のうちです。
その通りです。情報収集はとても大切です。分かってますね。正確な情報を収集し、的確な分析を加え、明確な方針を立てれば、勝利なんてイージーです。お久しぶりですね。はるばるテントからやってきたソレッド織姫です。ベニミル・ヒストラーセ1540到着。隊長、久しぶりだね。当然です。困った時はお互い様ですからね。それに隊長はどこにいても僕たちの隊長だから。聞こえている。呆れていただけ。あら、そうですか。
貴殿がそれったけの織姫か。噂は聞いているぞ、赤い貴族。どういう意味だ、イタリア貴族風情が。隊長に免じて挨拶として受けてやろう。この二人は私が呼んだのさ。こっちに来てるって言うんで情報を集めてもらってたんだよ。早速で悪いけど外人どもの情報を教えておくれでないかい。昼間にパリを攻撃した兵器は空中砲台オプスキュールっていうらしいです。しかもあの空中砲台は明日の日の出と同時にパリを総攻撃します。それは誠か。その攻撃が実行されればパリは壊滅する。壊滅か、やっぱり。レニが双眼鏡で怪人の会話を見ていたです。あの怪人無防備ですね。
独身術を使ったんだ。難しいことじゃないよ。独身術？ねえ一郎、それ何？私たちはチテ島に潜入してもっと重要な情報を手に入れてくるつもりです。この戦いにやり直しはない。どこに怪人がいるか正確な情報が必要だ。もしもカルマールに見つかったりしたら。そんな心配などいらない。必要なのは怪人の情報、ただそれだけ。ま、あんなイカ、私がイカスミのスパゲティにしてあげるで。隊長、命令を。了解です。任せてください。了解。了解。それじゃ注意さ、私たちは準備が整ったらチテ島に向かうです。僕は道具室で使えそうなものを探してくる。私は楽屋で一休みしてくるです。チャオ、注意さん。午前5時32分、今から約13時間後です。
こに置いたらいいんですか？この袋の中、きちんとまとめて。じゃあさ、この伝統は一緒の袋でいいの？それはこのカバンの中、取り出しやすいように一番上に。突っ立ってないで、あんたも手伝ったらどうだい。ほらほら、さっさとやりな。あとは手鏡があれば全ての準備は整う。協力に感謝する。予想以上に準備時間が短縮できた。あの、隊長も、その、ありがとう。キュートなんですね。本当だ。いつもこんな顔してるから男の子かと思っちゃった。へえ、なかなかの玉だね。いいもの見せてもらったよ。いや、その、あの、隊長、ちょっとこっちに来て。話があるんだ。隊長、今度の戦い、絶対に気を抜いてはダメだ。
あの敵は危険すぎる。織姫もパリ歌劇団の前では強がっていたけれど、かなり心配している。今の僕にはこんなことしか言えないけど、頑張って。それじゃあ隊長、僕は装備の確認をしてくるから。ああ、獣医さん、いいところに来たですね。一緒にどうですか？織姫が日本の伝統的なダンスを教えてくれるというのでな。ええ、そうなんです。それでグリシーヌと二人で教わっていたんです。変な踊りとは失礼ですね。これはてんてこ舞という由緒正しいダンスです。ええ、私もてんてこ舞は本で読んだことがあります。こういうダンスだったんですね。織姫さんって日本のことに大変お詳しくって、私憧れてしまいます。隊長もどうだ、なかなか面白いダンスだぞ。ならば私が教えてやろう。まずは手をすっと前に伸ばすのだ。まで騙されてどうするですか。てんてこ舞なんて嘘です。てんてこ舞はダンス
スじゃなくって忙しいを指す言葉です。織姫、そこに直れ。このグリシーヌをたばかるなど。許されると思うな。グリシーヌ、何もそこまで怒らなくても。いやん、このブルーメールの娘を何とかしてください。私怖いです。何を言うか。この女のしでかしたこと、万死に値する。隊長、そいつを引き渡せ。貴公がパリ歌劇団の隊長ならば断れぬはずだ。残念でしたね。中尉さんは帝国歌劇団の隊長です。こんなおバカをほっといて静かなところに行くです。さ、中尉さん。待て、織姫、逃げるつもりか。面白かったです。たまにはこういうのもいいですね。ごめんなさいです。ちょっとふざけすぎたみたいですね。獣医さんとあの人たちが仲良くしてるのが面白くなくって。わかりました。お任せください。もう何を言っても無駄みたいだね。
道を間違えてさえいなければ。どうされたのですか、大神さん。大丈夫ですか？汗すごいですよ。まだなんです。もう夜明けまで4時間ほどしかないのに。ムッシュ、話があるんだけど、いいかい？いよいよ決戦の時が近い。そこで、あの子たちの中から副隊長を選んでほしいんだよ。今度の戦いは激しくなる。隊長であるムッシュを補佐する副隊長が必要だと思う。それに言いたかないけど、ムッシュが倒れるっていう最悪の状況だってありえるしね。この3人の中から選ぶという。あんたのことを最も信頼している子たちだよ。エリカ、コクリコ、ブリシーヌ。誰を副隊長にするかはムッシュ、あんたに一任するよ。このパリを一緒に守りたいと思える子を選ぶといい。分かったかい、ムッシュ。すまないね。あんたしか頼める相手がいないんだよ。それとね、副隊長に選んだ本人にだけ伝えてほしいのだけれど。ムッシュはいずれテートに帰ることになっている。ムッシュがテートに帰った後は、その子がパリ歌劇団花組の責任者に任命される。
それと本人には無視から伝えといておくれ。頼んだよ。メルさん、シーさん、お二人さんからまだ連絡はありませんか？私にですか？で、大神さん、お話というのは何ですか？え？副隊長？私が？本気ですか？意地悪ですよ。だって私はドジだし、おっちょこちょいだし。だけど。またみんなに迷惑をかけたりしたら。大神さんのパートナー。わかりました。副隊長の任務頑張ります。でも、私が大神さんのパートナーだなんて、ちょっと驚きですね。あの、これからは副隊長として大神さんのそばにいますから、ずっと見守っていてくださいね。嬉しい。大神さん、私頑張ります。私大神さんのことが好きだったんです。初めて会った時から。だから私をパートナーに選んでくれて嬉しかった。
神さんにずっとついていきます。だから大神さんも私のことを大切にしてくださいね。大神さん、何があったんですか？了解。早く隊長に連絡を。ここまで来れば通信妨害を受けることもない。レニはこの場を確保してればいいです。ここも長くは持たない。早くするんだ。うるさいですね。OK です。こちら織姫、敵のアジトが判明しましたです。敵のアジトはノートルダム寺院の真下です。地下に本拠地があります。それはできない。作戦を有利に展開するにはより多くの情報が必要だ。私たちは帝国歌劇団です。そんな心配ナッキングです。終了。
整備急げ。すぐに出撃だぞ。了解。